やっほー、きなこプル。今回はボスの攻略方法をちょっとだけお話しするよ。よかったら参考にしてみてプル。ボス討伐ガイドプル。マグナス編。マグナスは暗黒の魔法使いの元軍団長の一人プル。次々降ってくる隕石や床から吹き出すガスを避けながら、マグナスからの攻撃にも気をつけないといけない相手プル。ご自転職するにもストーリーで討伐しないとだから、攻撃パターンを把握しておこうプル。ポイント1、真ん中で戦ってみよう。マグナスの周りに青いゾーンを作って戦ってくるのだけど、マグナスの周りにある青いゾーンに対してキャラクターが内側にいる場合と外側にいる場合で、自分が受ける持続ダメージや与えるダメージ、回復薬の効果が変わってくるプル。ゾーンの外側にいると次のようなデメリットがあるから気をつけるプル。ゾーンの内側に入るようにマグナスの近くの真ん中で戦ってみようプル。ポイント2、隕石を避けよう。マップ全体に上から絶え間なく隕石が落ちてくるプル。これをうまく避けることが大事プル。緑は当たってもまだ平気なのだけど、特に青、紫の隕石に当たると危険プル。ポイント3、ガスを避けよう。ステージでガスを出してくるプル。ガスを受けると昏睡状態になってしまうから当たらないように気をつけるプルよ。ポイント4、波動攻撃を避けよう。マグナスが飛び上がり左右に波動を発動してくるプル。当たると HP がゼロになっちゃうから、これもちゃんと避けるプル。真下にいると当たらないプル。ポイント5、打ち下ろし攻撃を避けよう。マグナスが飛び上がり剣を床に打ち下ろしてくる攻撃もしてくるプル。これも当たっちゃうと HP がほぼゼロになっちゃうから注意してプル。ポイント6、特殊攻撃を避けつつ回復。その他にも突進してきたり回転して切りつけてきたり、特殊な攻撃をしてくるので避けつつ戦ってみよう。回復を忘れずにしてプル。マグナスの討伐ポイント参考になったプル。高いモードに挑戦になるとどんどん難しくなるけど、今回の動画もちょっと参考にして挑戦してみてほしいプル。動画を最後まで見てくれてありがとうプル。チャンネル登録よろしくプル。